こんにちは、クリミナルです。今回ご紹介するのは、2007年にある母親が逮捕された。被害に遭ったのはトニー・ジョンソン。その母親が産んだ子だった。トニー・ジョンソンは未熟児で生まれた。体重は 1530g で、少し呼吸に不安があるとのことだった。トニーは母乳を飲んでくれず、母親のリサ・ジョンソンはそんなトニーのことが心配で付きっきりになった。そんなリサを見て病院関係者、夫が優しくいたわった。そしてリサは恍惚感を覚えた。1ヶ月後、トニーの状態が安定し退院できることになった。しかし退院してわずか2日後、トニーの容態が悪化した。吐いてばかりで母乳を飲んでくれないという。運ばれた病院でアレルギー検査などを行ったが、異常は見られなかった。その結果を聞いて、リサは再検査を依頼する。トニーは次に大学病院で検査されることになった。ここであらゆる検査を行ったが、すべて異常なし。医師たちは困惑した。トニーは念のため、ということで、再び入院することとなり、リサもそれを承諾した。すでにトニーは、リサのある病気の犠牲になっていた。それは、代理ミュンヒハウゼン症候群だ。由来は童話のミュンヒハウゼン男爵で、ミュンヒハウゼン男爵は、病気や怪我を捏造し、自分に注目を集めた。代理ミュンヒハウゼン症候群は、自分の代わりに我が子を傷つけて、そして必死に看病するという悲劇の主人公を演じる。トニーが入院している時は、誰もが自分を気に留めてくれて、優しくしてくれた。しかし退院するとその思いができなくなる。家に帰ればおそらく褒めてくれるのは夫だけで、それでは足りなかった。もっと優しくされたかったし、注目されたかった。大学病院に入院後もトニーがミルクを吐き出してしまうと医師に訴え続けた。しかし本当はトニーの口の周りにミルクをかけて吐き出したように見せかけていた。担当医師はリサの偽装に気づかずにあることを提案した。胃にチューブを通して栄養を摂取するという方法だ。リサはそれを承諾し、何の異常もないトニーの体にメスが入れられてしまうことになった。無事に手術は成功し、自宅に帰ることになった。トニーは成長し、わずかながら言葉も話せるようになってきた。ただ、父親の前では一切食事を取ろうとしなかった。リサが父親の前では食事を取ってはいけないとトニーに繰り返しプレッシャーをかけていたからだ。パパの前では食べてはいけない、と念仏のように言い聞かせた。こうしてトニーは食事を受け付けない子供に仕立て上げられた。その後トニーは糖尿病の疑いがあると診断された。ただこれもリサの仕組んだことで、検査前日に大量の甘いものを摂取させていた。その日、父親は不在だった。そして5歳になったトニーはリサによって歩けない少年にされた。さらにアレルギーでほとんどのものが食べれない体質ということにされた。と言っても、トニーは本当は歩けるし、走ったりもできるのだが、歩けない少年を演じさせられたのだ。この頃には姉のキャサリンにもこのことは絶対に言わないようにと口外を禁止した。外では遊んではいけない。遊んでいいのは家の中だけ。トニーは外出する際、酸素ボンベ付きの車椅子に乗せられた。そして、絶対に立ってはいけないと言い聞かされていた。小学校では帽子とサングラスをつけるようにリサから指示され、その通りにした。そんな姿を見かけた人々が心配そうに声をかけてきて、リサはたびたび同情され、恍惚感を得た。そのうちメディアにも取り上げられ、車が寄付されたり、多額の寄付金も集まるようになった。そして2005年12月、イギリス王室主催のイベント、チルドレン・オブ・カレッジが開催され、そこにリサとトニーが招かれた。そのイベントは、病と戦う子供の勇気を表彰するイベントだ。その場には、チャールズ皇太子夫人のカミラ・パーカーさんも出席していた。そしてこのイベントで、最も勇気ある少年として、トニーが表彰された。トニーは、イギリスで一番勇気のある少年。リサはイギリスで一番慈悲に満ちた母親として広く知られるようになった。ある日リサとトニーは近所の友人たちとピクニックをすることになった。もちろんトニーが多くのアレルギーを抱えていて食べられるものが少ないと近所の人たちも知っている。ピクニックが始まって少し経った時、リサはトイレに行った。その間にトニーは誘惑に負け、ケーキを食べてしまった。
友人たちは慌てたが、トニーに異変は起こらない。帰ってきたリサが事態を知ると、すぐにトニーを連れて帰ってしまう。友人たちの中には看護師もおり、不審に思い始めた。しばらく経ったある日、医師からトニーの検査をしないかと、リサは持ちかけられた。するとリサは、それを頑なに拒んだ。なぜ拒否するのだろう。この医師も不審に思った。そしてこの医師は機転を利かし、リサに内緒で糖尿病の検査をトニーに行った。すると、数値は正常。この結果をリサに伝えると、リサは激怒し、訴えると医師に言い放った。そして再検査をするように強く訴えた。次回は私が尿を取ると。そして再検査をすると、異常な数値を示した。そしてリサはこう言った。トニーは糖尿病です。二度と検査は必要ありません。この一連のやり取りで、医師はある病が頭に浮かんだ。代理ミュンヒハウゼン症候群だ。児童虐待の疑いがあるとし、医師は警察に通報した。警察はリサに出頭を要請した。しかしリサは見知らぬ男に襲われたと言い、出頭を拒否した。その後、警察がリサの家を捜索、そしてあるビデオテープが押収された。そのビデオテープには、トニーが家の中を元気に走り回る映像や、サンドイッチを頬張る姿が映っていた。これが決定的な証拠となった。2007年10月、リサは逮捕され、その後有罪判決が下り、39ヶ月の禁錮刑が言い渡された。リサ以外の家族は引っ越して別の地域で幸せに暮らしているという。リサが今後、トニーに再会する望みは少ないという。トニーを病気に仕立てることで同情を誘ったリサ。トニーは本来受ける必要のない医療行為を325回受けた。周りが優しくしてくれたり、同情してくれたりする。その快感を覚えると止まらなくなってしまった。自分の欲求を果たすためにトニーを利用した。機転を利かし、警察に通報した医師は見事としか言いようがない。そのまま放置されていれば、もしかしたらトニーはもっと悲惨な目に遭ってしまう可能性もあった。過去、このような事件はいくつも起きている。同じくイギリスで起きた事件では、ビバリー・アリットが有名だ。彼女が勤める小児病棟では、原因不明の心停止が相次いでいた。病院が調査すると、被害者の体内からは大量のインシュリンなどが発見され、そして、すべての患者に関わっていたのが、ビバリーだった。ビバリーは小さい頃からわざと怪我をしたり、病気になったふりをして、周囲の気を引いていた。これは、ミュンヒハウゼン症候群という虚偽性障害だ。代わりに自分の子供を病気にし、周囲の気を引こうとするのが代理ミュンヒハウゼン症候群だ。ビバリー・アリットは自分の子供以外を標的にしており、このタイプは死の天使型と言われる。医師と違い、患者の命を直接左右できない看護師は、自分が患者を救ったという自己効力感を得られず、それを不満に思うようになるものが出てくる。そこで患者の症状を故意に悪化させ、そしてその患者を救い、やりがいを感じるのだ。最悪の場合、患者は死に至る。日本でもこのような事件は起きている。2008年12月、京都市内の病院で集中治療室に入院していた1歳の赤ちゃんに、母親が腐敗したスポーツドリンクを注射しようとする事件が起きた。母親のカバンからは複数の注射器と腐敗したスポーツドリンクが見つかった。この赤ちゃんは5女で、上に4人の姉がいたが、そのうち3人が亡くなっていた。この母親は同様のことを過去に繰り返していたのだ。警察に対し母親は、付きっきりで看病をしたかった。周りの人に同情してもらいたかった。と話したという。子供を病気にして看病に徹する。そんな自分にアイデンティティを感じるのだ。代理ミュンヒハウゼン症候群。日本では 87% の確率で子供を死に至らしめる可能性があるとされる怖い症状だ。